よっ。ああ。みたいな。マスクをしていると顔認証が通らなくて、一回一回マスクを下げるようなことありませんか？買い物の時とか、オフィスとかで。それを解決する方法があるんです。というわけで、やり方を説明いたします。設定画面で、Face ID の設定をまずします。一回 Face ID をリセットしてください。リセットしましたら、Face ID をセットアップ。設定が出ますので、マスクをですね、このように半分に折りまして、鼻の頭ぐらいを出す感じでこう当ててください。これで片方ずつ顔を認識します。はい。そうすると、こんな感じで。こんな感じで、フェイス ID 完了になります。さらにもう半分用意して続けます。そうすると、フェイス ID が認証されました。でここでもう一つの用紙をセットアップという項目があるので、こちらで マスクをしている顔とマスクをしていない顔どちらでも登録されています。やってみます。まずは、はい、これで解除されます。マスクします。でポイントはちょっと鼻の頭を出してるぐらいが大事だといけます。で、いきますね。はい、これで解除されました。こんな感じですごく楽に簡単にできます。顎までマスクを下げなくても、フェイス ID を通すことができます。これ、非常に便利なので、お試しください。っていうことでした。以上、How to 北海道ご飯の北山でした。